エドワード・ライトは、旧西軍の大佐であり、初代日本旧西軍司令官である。旧西軍の宣戦線式が行われた、東京キリスト教青年会館1863年に、イギリス・ロンドンに生まれ、旧西軍に入隊する。1874年に、旧西軍の副官として、ニュージーランド、オーストラリアのクイーンズランドで開戦する。一時、イギリスに呼び戻され、 旧制軍農場を管理する。1895年にウィリアム・ブース大将が日本海戦を計画したと岸岸岸する。同年9月4日に男女14名の一団を率いて来日し、同月22日に東京キリスト教青年会館で宣戦線式を行った。東京府京橋区新富町に本営を置き、10月には金六町に招待を設けた。そして、 旧西軍の歌を編纂し、時の声を発刊した。後に、日本人初の旧西軍士官になる、山室軍兵が入隊したのはこの頃である。1896年には、横浜に、3月に、新富町に、東京大に招待、5月に、八王子、9月には、岡山に招待を設けた。しかし、妻が、重病になり、ライト自身も健康を害したので、 バンコク本営の命令で1899年10月3日に離日し、イギリスに帰国した。帰国後はニューキャッスル師団長に任命された。ありがとうございます。